締まりによく似合うな。改めまして、東京ヤクルトスワローズのマスコットキャラクター、今日はつば九郎に来てもらいました。お願いします。さあ、つば九郎から私たちに伝えたいことがあると。落ち着いてください。お願いします。今日から無観客試合になります。お、いい声。現在ヤクルトスワローズ2、谷原さんの好きなカープは4。余計なおしゃれだよ。最終的にカープと優勝争いしたいです。そうだね、つば九郎。目覚ましエイトの皆さんに野球を見た人が元気になれるよう盛り上げるお手伝いをしてほしい。どうすればいいか考えました。こちらをどうぞ。目覚ましエイトの誰かに始球式を担当してもらうというのです。その人物は、こちらを用意しました。これもっと言う、神宮球場来ちゃいなよ。待ってください。本当に言ってるんですか。何入ってるんですか。いいんですか。いいんですかというか、できますか私。ということで、この後始球式から練習をお願いします。中島アナウンサー、今夜17時半から始球式、今夜です。今夜なんですよね。大変恐縮ですが、全力で頑張ります。おはようございます。4月28日水曜日、目覚まし8スタートです。疲れてませんか、中島さん。あのですね、肩が今限界を迎えています。谷原さん、私もゴールデンウィーク気分だけでも味わおうと思って、あの連日関西にいる友達と電話してるんです。中島、関西弁で喋りまくっていて、あ、じゃあ今日そろそろ関西弁ご披露いただいてもよろしいでしょうか。あかんで、それはあかんで、それは。もう一度聞きたい中島さんとか。さあ、そろそろ出るとこですよ。今めっちゃお腹空いとうから、この後何食べようかな。今めっちゃお腹空いとうから、この後何食べようかな。またキュンときた。この後何食べようかな。コロナ禍以降の新記録を樹立しております。なんか、はい、大好きなんですって、長島さん。そうなんです。あの、私、あの、恐竜やサメや巨大モンスター大好きで なんで。いや、あの、人を襲うだけじゃないんですよ。あの子たちというかモンスターたちは、あの、人との心を通じ合う、そんな瞬間もちゃんと描かれてるんです。怖さの中に急に優しさが見える。見える、まあ、ちょっとですけどね。ツンデレと言いますか。でも、まあ、ただただスリリングで本当に楽しい。谷原さん、はいはい、ごめんなさい、今日私目覚まし8すごく楽しみなんです。なんで。9時台にマイクロブタが来るんですよ。そう、あの、大きな怖い生き物だけじゃなくて、可愛い豚も好きなんですね。そうそう、小さい豚もそうですね。あの、一回本気で飼いたいって考えたこともあるぐらい好きで。マイクロ豚、どんなところ魅力ですか。あ、マイクロ豚ちっちゃくて可愛い。長島さんとか、谷原さんとか。ちなみに、いかがですか。1頭おいくらぐらいするんですか。1匹平均大体20万円から30万円ぐらい。解説者の長島昭弘さんに来ていただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもユーミさんにお世話になっております。ありがとうございます。こちらこそお世話になっております。いや、実際娘さんに紹介されるっていかがでしょうか。久しぶり。これ左手でやるのすごい難しくない。お父様いかがですか。僕ちょっと五十肩なんです。そう、僕も五十肩寄りたて。おう、相手の体力を削っていくか、そこなんでしょうかね。そうです。もう本当そのことがこの大会一番重要だと思います。高温、高温多湿。そういうこと。さすがの高温多湿。娘いてよかったですね。もうほんまドキドキした。もうなんか家でテレビ見てるみたいな気分になってきましたけど。ご出演終わりました。ちょっと緊張しましたね。大丈夫でした。はい。お世話になっています。いやー、これはね。すごいよ。すごい。もうちょっと具体的に。分かってる分かってる。3レコードだからね。はっきり言え。
あります。今のはどういうことなんですか。ありますということです。あります。あります。あります。二人の長嶋さんが親子って今日初めて知って。いや長嶋さんがいつもお父さんの話してるじゃないですか。あれなんかやたら素人のお父さんがやたらスポーツに詳しいのかなと思ってたら、この長嶋さんで全然知らなくて。そうなんです。昔ちょっとサッカーやってた。昔ちょっとサッカーやってた。ちょっとじゃないですよね。日本代表のサッカーちょっとだけ詳しいです。サッカーちょっとだけ詳しいです。から4月の間にたくさん売れたのはどっちか、皆さんも一緒に予想してみてください。それでは皆さん、売れていると思った方のカレーの札を上げてください。はい、ごめんなさい。皆さんは B の牛テールカレー、これ一人だけ食べられない可能性あるってことですよね。いやそうですよ、これ逆に一人勝ちの可能性もありますから。さて、視聴者の皆さんがどちらが人気なのか投票してくださいました。その結果こちらです。ほら来てるよ、カキカレーが 33%。 プチ贅沢したいよ今家で。あ、そうか、したい。いやでもココナッツミルクも入ってるっていうのが隠し味。いやどうですかね。A のカキカレー。ちょっと長嶋さん、ちょっとほら、ちょっと折れちゃってるよ、俺ほら。すいません。ありがとうございます。いや、嬉しかったんだね、これ。失礼します。それから、カレーをいただいてください。いただきます、皆さん。じゃあ、カキをゴロッといただきます。どうぞ。おいしい。柔らかい。嬉しかったですね。本当、札を売るほど嬉しかったですね。すいません。というわけで今週は、では今日は私がツイッターの投稿をご紹介させていただきます。長嶋アナ、嬉しいのはわかるけど散らかしちゃダメよ。本当ごめんなさい、一人だけ当たるってなかったんで、ここで一回バンザイしたんですよ。それで一回折っちゃって、はい、小道具破壊しないで。そのままこれが全部ひっくり返って、台本散らかしちゃいました。散らかっちゃった。その結果、長嶋の芸人殺しっぷりがすごい、初の投稿ですと。すいません。まあ、この台本飛んだのも大丈夫か心配。そして今年年末、長嶋な名珍場面が週が入り確定と。皆様年末お楽しみ、どうぞ一言お願いいたします。いや本当に牡蠣のカレー本当美味しかったです。皆さんぜひ食べてみてください。